ここ最近で一番のやらかしぐらいの傷って。嘘。今日の動画は私が社長に怒られる動画です。社長といつも行動しているアルファードに大きめの傷を作ってしまい、嘘。嘘。前めちゃくちゃやっとるやん。ごめんなさい。土下座してごめんなさいしとるやん。たまにはこういう塩らしい妙も見れたんで。おはようございます。今日の動画は私が社長に怒られる動画です。昨日復縁しましたみたいな動画を撮ってご飯食べた帰りですね、社長とルージさんを送った後、私一人で帰ろうとした時に道路の真ん中の中央分離帯みたいな、なんかオレンジ色のやつ、右を曲がろうとした時になんか小回りすぎたのか中間ぐらいから乗り上げてしまい、社長といつも行動しているアルファードにちょっと大きめの傷を作ってしまい、それを社長に謝りの電話をしたところ、今すぐカメラを回しながら店に来いということを言われたので、怒られに行きます。超絶憂鬱で、なんで事故ったか、私に浮かれてたのかな、怒られる。もしもし。うん、つけました。鍵開けてないで入ってこいよ。はい。お邪魔します。いや、はい、なんでだ。はい、ぶつけちゃいましたというか乗り上げてしまったというか、やらかしたな、おたくさん。はい、ごめんなさい。絡まして、いいな。はい、ごめんなさい。すいません。はい、すいません。失礼します。もう一本すらしくて。はい。車見る衝撃をちょっとでも和らげる。本当にまあまあなお傷なことで。そうでしょ。ここ最近で一番のやらかしぐらいの傷って。そう。怪我は大丈夫だった。怪我とか。これで一人で事故った。携帯でもいじっとったんだろ、お前。いや、運転中に携帯は触らないです。嘘つくな、お前。お父様に言われて、シャクーン、シャクーンって、シャクーンってお前、シャクーンってやだお前、ちゃうかい。そんなんじゃないです。シャクーンって、そんな、シャクーンって。ああ、まあ、めっちゃまさか。はい、すいません、ごめんなさい。ボールつけたの？右後ろですかね。なる。はい。シャクーンってお前、携帯いじっとるでよ、お前。ショックンってなってないですけど、ショックンって痛いよって。そんな怒らないし、どうすんのー、気にすぎだよって。そんなんでもないし、だから小回り、なんでか小回りしすぎたのかなって感じなんですけど、曲がるの、ハンドルを右に切るのが早すぎたのか、そういうことだ。まあ途中から乗り上げてしまう。相手は動かんだから、前終わりだ。そうですね。相手動いてたんだろ、車の結構いくだろ、写真で。すいません、すいません。誰やろう、はい、止めてます。じゃあ見るか。マジ？わっ、これ嘘。嘘。前めちゃくちゃやっとるやん。だから言ったじゃないですか、お前のあの傷です。いやー、これ映したの？撮ったの？撮ってないです、今、初めて。うわ、うわ、くんか、扉を開けます。このうち撮ったらやっぱ引っかかるんだよ。暗いもんね。そうです、だから途中から全然やらなかったやつや。扉交換。もう一番高くなるやつや、これ。ごめんなさい。1枚、2枚、3枚だよ。ごめんなさい。本当に。そう、マジでやらかしたんだ、お前。はい、過去一のやらかし。あ、過去一のやらかし。僕もやっても、だからそこまで行っちゃってる。ってんもんな。マジお前やったね。はい、ごめんなさい。は？嘘でしょ。これが現実。もう。いや。
寝込んじゃうってお前あんな10時まで来たんだろう。まあまあ映画したねお前。はい、すっごいいたね。ここに入ってきて過去最大級のやろ。ここの会社入って宇宙会社入って早半年一番やがした。過去最大級のやろ。過去最大級だね。ショート分かれた時とどっちが衝撃が強い。もう一緒ぐらいでも。嘘つかんでね一緒ぐらいではないですけど。昨日な復縁動画撮ったばっかなのに。はい、もう別れるじゃん。別れろ。おはいはいって言ったらやるよお前。もうごめんなさい、本当に。なんか弱い子になったね。まあ、いいねおっしゃって、視聴者の皆さん。チャンネル登録数も出るで、チャンネル登録、まあ、最低外部に再生10万以上。皆さんもお願いします。じゃないと許してもらえないのか。はい、視聴者の皆さん、はい、チャンネル登録、いいねをしていただいてでしょうか。だからチャンネル登録してないでしょまあ、お金がかかりますが、はい、お願いします、ね、私、仕事頑張りますので、はい、ね、みやたんも、これから運転、お前運転荒いからな、この機械でお前運転直せよ。はい、気をつけます。みんな言うだろう、これ。せっかちも直します。せっかち直せねえよ、お前、はい、ほんと。すみません。なあ、はい、まるでカーペットのごとく、まるで、な、お盆の上のコップが優雅に、言えるがごとく、はい、走りなさい走りなこういう成長につながるならよろしいんじゃないでしょうか。すみません。カメラ貸せカメラ貸せああ撮ったんだな、ちゃんと自分を。はい、うん、じゃあもう一回最後カメラに向かって、視聴者に向かって一言言っていただけますか。ごめんなさい土下座してごめんなさいしたるが土下座して簡単に土下座して別に殺いていい。これはママのやらかしだから。嘘。はい、じゃあたまにはこういう塩らしい身をも見れたんでよかったんじゃないでしょうか。少々皆さん、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。どんだけ照れたら終わります。止まんないもんだって止まって止まってよとか言って。